この時の満ちる真剣時代において神殿が建設され続けていることに感謝します回復の時代の初めから忠実な生徒たちは神殿の儀式と制約を受けるために多くの犠牲を払ってきましたその偉大な模範に倣い愛する妻エベリアと私は経済的な犠牲を払ってメキシコシティから旅立ち愛する両親が見守る中 1975年にアリゾナ・メサ神殿で永遠の夫婦として結び固められました主の宮で真剣の天能によって結ばれた私たちにとってそれはまさに天国を垣間見るような体験でしたこの献金からオハイオ州カートランドの生徒たちが3年にわたる労働と 多大な犠牲の末1836年の春この時代で最初の美しい神殿を完成させたことに関してより深く理解することができましたその年の3月封建式のために1000人以上の人々が神殿とその入り口に集まりました預言者ジョセス・スミスは刑事によって与えられていた 封建の祈りを捧げるたために立ち上がりりました祈りの中でジョセフはふさわしい状態で主の神殿に入る人々に授けられる数々の特別な祝福について述べていますその後聖火隊が賛美歌「主の御霊は火のごと燃え」を歌い観衆は大衆は立ち上がって屋根を建物から持ち上げるほどの力で細な聖唱をしました その1週間後預言者は神殿に主が見姿を表されたことに関して説明しました主はこのように言われました「見よ私はこの家を受け入れたそして私の名はここにあるであろう私は憐れみをもってこの家で私のために私自身を表すであろうそしてこの家の名声は諸外国に広まるであろうこれは私の民の神戸に注がれる祝福の始めである」 誠にその通りであるアーメンいくつかの次元の後死を味わうことなく天に召された預言者エリアが預言者ジョセス・スミスとオリバー・カウドリの前に現れこのように言いました「見よマラキの口を通して語られた時がまさに来た」「マラキとは主の大いなる恐るべき日が来る前に彼預言者エリアが使わされ」 先祖の心を子孫に子孫の心を先祖に向けさせ全知が呪いを持って打たれることのないようにすると証しした人であるそれゆえこの神剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられているこれによってあなた方は主の大いなる恐るべき日が近くまさに戸口にあるのを知ることができる主がジョセス・スミスに結び方めの鍵を回復された後 幕の両側における救いの技がこの時代において始まりましたボイドイ・パッカー長老は次のように教えました世の人々に知られずに起きたこの出来事がかつて世に生きた人々これから生まれてくる全ての人々の育成に影響を及ぼすことになりましたことは密かに始まりました こうしてこの教会は神殿を建てる教会となりましたそれ以来世界の至る所でどこからともなく経図探求に興味を持つ人や組織各種の団体が現れましたこれらはすべてエリアがカートランド神殿に現れて以来起こり始めましたこうして1836年4月3日まさにその日から 子孫の心はその先祖に向けられるようになりました。以後、教会で行われる諸儀式は、一時的なものではなく、永遠に続くものとなりました。結び方めの力は私たちと共にありました。どのような権威も、その効力において、この力に勝るものはありません。この力は、聖者に対しても、死者に対しても、正当な権威を持って行われるもろもろの儀式に、 意義と永遠の効力を与えるものなのです親愛なる兄弟姉妹の皆さんどの時代においても神殿の建設と適切な使用はイエス・キリストの真の教会の印となってきたのです1893年にソルトレーク神殿が封建された後ウィルフォード・ウトラフ大館長は救いと奨励の儀式を行うために先祖の記録を見つけできるだけ遡って家系図を作り 神殿に名前を提出するよう教会員を励しましたその1年後ウッドラフ大館長はユタ・ケイズ教会の設立を指揮しましたそれから100年後の1994年 当時、十二使徒定委員会の会員であったラッセル・エム・ネルソン長老はこのように述べています。歴史に残るこの年の一連の出来事により、家族歴史の探求と神殿での奉仕は、教会における一つの技として確立されました。親愛なる兄弟姉妹の皆さん、主は教会の会員である私たちに、自分の家族歴史を保存し、先祖から学ぶように、そして、 先祖が福音の儀式を受け制約の道を歩み永遠の家族という祝福に預かるために必要な手続きをするよう進めておられますこうして家族をこの世で永遠に結ぶことこそが天の御父の計画の焦点です この技を行う能力がないと感じている方々は皆さんが自分一人ではないことを知ってください教会が提供している支援ツールがファミリーサーチセンターにあり利用することができます以前家族歴史センターと呼ばれていたファミリーサーチセンターは少しの助けでほとんどの人が先祖の情報を見つけ 適切に整理し主の宮に持っていくことができるようになる場所ですワードや支部にいる家族歴史相談員に連絡してみてください丁寧に一つ一つ案内してくれることでしょう預言者の導きに従い家族歴史や先祖のための神殿儀式を行う方法を学ぶときやめたくない と思う思ほどの大きな喜びを経験するでしょう聖霊が私たちの心にあふれ技を進める能力を引き出し先祖の名前を探すように導いてくれるでしょうしかし家族歴史とは単に名前日付 場所を探すだけではないことを忘れてはなりません家族歴史は家族の絆をつなぎ合わせ彼らの福音の儀式を通して得られる喜びを感じることです私たちの愛する預言者ラッセル・エム・ネルソン大館長の霊感に満ちた教えが大好きです神殿は救い主と主の教義のまさに中心に据えられているため私たちの信仰と 不屈の冷静を強める上で最も重要です神殿で指示と御霊を通して教えられる全てのことはイエス・キリストに対する理解を深めてくれます主の必須の儀式は神聖な真剣の制約を通して私たちを主に固く結びつけてくれますそして私たちが制約を守るならば主は私たちを癒し 強める力を授けてくださいます間違いなく神殿の働きと家族歴史は教会において一つの同じ技です私は今日話したことが真実であると明かしますこの教会が私たちの救い主贖い主でありこの復活祭の時期に私たちが思い起こし唐飛ぶ主イエスキリストの教会であることを知っています 主は私たちを愛しておられ、私たちが制約を守り、主に信頼を置くとき、主は癒しと強める力を授けてくださることを知っています。イエス・キリストの皆により、アーメン。